はい、ガバス CBU です。今日は午後からの作業になりますけど、天気がいいうちにちょっと平地のここのね、草刈りがまだ残ってたんで、ウィングモアで草刈りの方また今日もやっていこうと思います。前回の動画でちょっと私言ったんですけど、ウィングモアがねどうも調子が悪いっていうか、以前から視聴者様にエンジンが息継ぎしてるって、ブーン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 って、でそういうご指摘はいただいてて、まあいろんな原因をこういろいろコメントをいただいてるんですけど、まあそのまんままだ使ってるんですけど、最近ちょっとねなんかパワーが少ないっていうか、草をこう刈るのにね、ちょっと背丈の高い草をとか行くとすぐこう回転場が止まるっていうかね、まあ、前はそんなことなかったと思うんやけど、そんな大した負荷じゃないのに、回転場が止まる、ちょっと背丈が高いとこうエンジンが止まってしまうっていう感じなんで、まあ皆さんにちょっとどんな原因があるかお聞きしようと思って、今日はこのままちょっと使っていきます。どうぞ最後までご視聴の方よろしくお願いします。もし詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスくださいませ、よろしくお願いします。じゃあ早速ウィングモアで草刈りしていきましょう。こんにちは。こんにちは。
撮るよね、撮るよね。こんにちは。ウィングマンは調子悪いん、なんかエンジン悪いな。エンジン悪いしな、なんか息つきよった。息つきよ、いやコンクリの買い切らんのよ、力が足らんのだろ。うん、じゃあけんな、今視聴者様に聞こうかと思う。ああ、いいな。うん、シャフはプラグも変えたわ。プラグは変えてない。変えちゃうの。プラグかもしれん。普通これ借り切らんのかな。いや、こういうのは借り切らんの仕事ならんで。そうじゃろ。芝生みたいなの買っちゃったら、いやいや、それは仕事になるのかな。ほん、うん、まあ、ちょっと分からん、分からん。いや、いや、でな、コンクリじゃなくてコンクリで借り切らんのよ。いやいや、それはダメじゃん。うん、力がねえよ。うん、ベルト買いちゃうんやろ。ベルト交換しなんとかな。ベルトじゃないんだよ。いや、ベルトが滑るよとか。ああ、そうかもしれんな。ま、でもなんかエンジンの音がなんか息づきはな、パッド線は、うん、パッド線は森船行くか。あ、今日持ちきちょらんわ。うん、今日持ちくらいよかったよ。あ、そう、まあ、もう昼で、昼じゃな。うん、うん、はい、今ちょっとクジラさん来たんで、あのお昼ご飯食べてまた作業再開しますけど、まああんな感じでなんか全然こう枯れないっていう感じなんで、もうベルトが悪い可能性もあるかなっていうふうに思うんですよね。まあ、もうちょっとやって、今ここ一列やるだけ結構時間かかったんで、もうちょっと雨も降りそうなんで、あまりはかどらなかったら今日はちょっとやめようかなと思ってます。はい、じゃあ続きをやっていきましょう。
まあちょっとこれはダメで、ダメやな、仕事ならんな。ベルトが悪いかもしれないな。まあこれだとちょっと草刈り機でやった方が、これ時間と燃料の無駄やな。まあこんな感じです。でもしまあ自分でも見てみるんですけど、もし詳しい方がいれば、こういう現象です、まあエンジンが息継ぎするのと、なかなかうまく刈れない、刈り場がすぐ止まるっていうのがあるんで、もしアドバイスいただければ幸いです。ということで、今日はウィングモアがちょっとおかしいの動画でした。短い動画ですけど、ご視聴ありがとうございました。どうぞご視聴のコメントよろしくお願いいたします。今日はこの辺で終了いたします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。